どうも、黒崎一護役森田です。よろしくお願いします。お願いします。漫画アニメ大好きでブリーチにもハマってます、はい、女優の内田理央さんです。今回は全巻読み返してきました。よろしくお願いします。さすが自他ともに認めるブリーチ大好き芸人の剣道小林さんです。どうも、剣道小林です。お願いします。今日はそんな大人気アニメブリーチの主人公黒崎一護役を務めている森田さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございます。内田さん、いかがですか？はい、いや、すごいそわそわしてます。あ、そうですか。はい、そわそわ、本物だみたいな、いちごだって本物ですもんね、はい、なんかこう、うん、すごい気さくに話しかけてくださるので、いやいや、普段ちょっと忘れがちなんですけど、本物だみたいな、改めて思うとなんかそわそわしちゃう。はい、でも前に僕はお父さん役やってるんで。そうなんですよ、はい、共演歴はもうあるんですね。お父さん役だったんで、その時は、ね、久しぶりに娘に会ったんで、はい、非常に嬉しく思ってた。何年ぶりですか？9年ぶりぐらいだと思います、はい、知らない間にこんなに大人になっちゃった。大きくなりました、娘も大きくなりましたね。なりました。内田さん、可能だったらお願いしたいセリフなんてあったりしますか？いいんでしょうか？いいですよ。あ、すごい、はい、じゃあ、はい、イチゴが、はい、ルキアと初めてこう刀、はい、こう残白刀で、はい、残白刀を取った時の、はいはい、俺は黒崎イチゴだっていうセリフを、あ、なるほど、お願いしてもいいでしょうか？一番最初にこうルキアに名乗る時です。名乗るところです。はい、わかりました。じゃあまだ人間、まだ死神になってない時ですね。はい、はい、じゃあよろしいでしょうか？お願いします。はい、それでは参ります。俺は黒崎イチゴだ。素晴らしい。ちょっとこう若めに持ってくる。なるほど、うん、そっか。これが今だともっと低くなってくるんですよ。いろんなこと経験しましたもんね。なるほどね。はい、はい、ちょっと鳥肌立っちゃった。本当ですね、鳥肌立ちますね。すごい、素晴らしい。人生の重みが声にも現れるっていう。いやさすが。ケンコバさん、はい、いかがですか、森田さんとご一緒して。僕はね、もう森田さんとはもう知らない仲じゃなくて、はい、まあ、台北だ、はい、シンガポールだ、はい、上海だと、はい、の飲み歩いてますね。そうですね、そうですね。ロケを極力2人協力して、はい、ロケで行ったんですけど、はい、2人でも極力協力して早めに終わらせようという、ね、なるべくお酒の時間を長くなるべく取りましょうというね、はい、そういうロケを繰り返してきた2人なんで、はいね、はい、プライベートではいろんなお話をしてても、そうですね、改めてこのキャラクターでこれちょっと言ってよみたいな。逆にそういう時お願い確かにできないですからね。そうですね、はい、そういえば今日はちょっとお願いしちゃいますか？いや、それこそ月が天正とか言っていただいて、はあ、でもいいんですか？この店潰れることになりますけど、マイクレベルとかちょっと大丈夫でしょうか？大丈夫ですかね？月が天正、月が天正でいきますか？はい、わかりました、はい、皆さん大丈夫ですか？マイクの方ぶっ壊れないように気をつけてくださいね。破壊力結構ありますからね、はい、はい、それじゃあ参ります。月が天正です。月が天正、はい、ありがとうございますってなります。午前中からすいません。すごいですね。すごいね、やっぱ迫力がね。違う、プロの方違うわやっぱり、うん、響き渡ってた。最強の自分を目覚めさせるキャラクター診断というコンテンツもあります、はい、これ質問に、ね、出てきましたけども、はい、質問に答えていくと、はい、自分に近いブリーチのキャラクターを選んでくれるというものなんです、この中からぐらいからですかね。そういうことになりますね。僕はまあ石田瓜生タイプとか真逆です。真逆です、ね、本当にどういうところからかじっくり聞かせていただきたいんですけどね。はい、森田さんも、森田さんもやったんですか？はい、やりました。じゃあ決まってるじゃん。別に何だと思います？いや、それは黒崎一護でですよね、はい、多分皆さん、スタッフの皆さんも絶対そういうふうに思ってたんですけど、しかないでしょ。はい、なんと、はい、佐渡ヤストラでした。あれ、ちゃんと一緒。そうなんですよ、行動理念結構似てるところがあるんですね、はい、世代もね近いです、はい、そうなんですね。で、まあ、こういう世代なんですよ我々、はい、佐渡世代ですね。佐渡世代、はい、